ほど始まりました。マチェスチャンネル。さあ、今緊急で動画撮ってるんですけども、英検がまたまた値上げということでですね。はい、もうね、今これドアね、びっくりでもうドアをガーンってぶつけちゃってね、はい、血がすごかったんですけども、さてさて見ていきたいと思います。一体どのように上がっていくのかを見ていきたいと思いますね。今までのね、値上げに関しては過去に動画出てて、それこの動画の後ろにくっつけましたんで、その3年連続で値上がりした時のデータありますので、そちら見てもらえればなと思いますが、今回の値上げ見ていきたいと思います。来年度の英検の検定料が値上げ、日本英語検定協会から発表されました。外部委託先とか仕入れ先での人件費、用紙費、印刷費、物流費の上昇と、はい、まあ様々なものが上昇してるわけですよね。まあ紙とかもそうだしね。まず1級が700円値上げですね。12,500円になりますね。11,800円だったんですね。で、準1級が9,800円から15,000円、痛いですね。1万円超えてきますよ。大学入試に使う高校生たち。2級も8,400円から9,100円、そして準2級は7,900から8,500円。なんかすごいな、準2級が8,500円になるって。3級も6,400円から6,900円、上の方が700円値上げ、準2が400の3級500。4級が4,500円から4,700円。5級が3,900円から4,100円、200円ですね。まだ、要約問題出てくるから、英検ね。そってことはさ、要約問題を作る手間がかかるし、要約問題を採点する人がまた必要になりますからね。人件費は値上げしますよね、当然ね。だから、上の級みんな700円値上げなのかな。SCBT。SCBT が準1級が9,900円から1万600円。で、2級が9,000円から9,700円。準2級が8,500から9,100。3級が7,200円から7,800円と。はぁ、なるほどね。テストセンターは紙ないじゃんって思うんだけど、まぁ、同じように採点はね、しなきゃいけないですし、人件費も上がってますからね。そう、各都道府県の人件費上がってるからね。東京とかすごい最低賃金めっちゃ高くなったよね。はい、ということでこんな風になるということです。ぜひ皆さん感想をお聞かせください。そしてまあ衝撃の過去どれだけ安かったか、はい、この後見てください。で、過去のですね、値上げの遍歴をですね、全部調べたんですけど、いろんなサイト見たりとかいろんな情報を見てそれを書き込んでってたんですけど、一個のサイトに全部まとまってました。すごい時間を無駄にしたんですが、そこを見ながらですね、いろいろと話していきたいと思いますね。朝日新聞のエデュアですね、の記事に全ての変遷が載っていたので、はい、それを見ながらですね、あとは英検の歴史についても話していこうかなと思います。では、気になるですね、2021年度からの値段を見ていきたいと思いますね。2020年度がですね、英検1級は1万300円だったのが12,600円、プラス2,300円。そして準1級が8,400円だったのが10,700円。これは辛いですよね。準1級でも1万超えるわけですから、やっぱこう受験に使う人たち出てくるんで、うわーって感じですね。2級に関しても、はい、7,400円が9,700円に値上げと。準会場6,500円でこんなに差があるんですね。そして準2級が、6,900円だったら9,200円。だからまあ受験で使われる準1、2級、準2級のところがまあ1万円ぐらいになったということですね。準会場だと5,800円。3級が7,900円。で、5,900円から2,000円値上げと。準会場が4,800円。で、4級が4,900、5級が4,500円っていう形になってますね。なるほど。で、まあ理由としては、やはり会場の手配が大変ということですね。大学などが使えなかったりするということで、もうちょっとお金のかかるとこにしなきゃいけなかったりとか、ちょっとTOEICと違って、英検っていうのは申し込んだ人みんなが受けられるようにっていうのがあるので、TOEIC 抽選にしてるじゃないですか。そういうのないので、なんとしてのも確保するみたいな感じになっているので、まあ仕方ないかなって感じですね。で、TOEIC の方は検温体制とかですね、いろんなコロナ対策っていうのもやってる。で、英検もやってます。もちろんやってるんですけど、僕のそのTOEICのコメント欄に結構来たのは、いや、英検はそんなにやってないだろう、みたいなね。なんでそれでこんな値上げするんだ、みたいな声はありました。英検もやってると思うんですけどね。で、そういった形でやっぱ準会場の方がお金かかんないですね。それぞれの高校とかの会場でやってくれるんで、会場費かかんないんで。まあその辺はうなずける。しょうがないかなとは思うんですけど、どんどんね、値上げしてってるので、それが大変だと思うんですよね。3年連続ですからね、19年、20年、21年という風に上がっていってるので、これが辛いところですよね。で、実際、その過去の値段を見てみたんですね。
するとですね、実は1級はこんな感じですね。2002年度まではですね、5500円だったんですよ。5500円ってことはですね、今の3級より、というか2020年の3級より安いですね。で、それが2003年度から7500円に上がります。で、2014年から15年が8400円で、で、19年に9500円に上がって、13001万2600円という風にボボボボンとやっぱり最近上がってますよね。まあもちろん消費税の関係とかもあるんですけど、あとはいろいろ試験の形式変えたりとかもあるんですが、こんな感じ。準1級は4500円だったんですよ。今の5級と同じ値段ですよ。で、それが6000円に上がり、6900円。で、7600、8400、1万700円と、ここがやっぱりね、ここ3年での値上がりがすごいですよね。で、2級も3500円だった。安かったんですね。で、それが4100円、5000円、5800円と来たのが6500、7400、9700円と。すごいですね。開始当初からやっぱ6000円上がってるわけですよ。どれも6000円以上上がってるわけですよね。で、準2級も3000円だったんですね。安っ。それが3600、4500、5200、5900、6900、9200と。やっぱりすごい上がり幅。これもやっぱり6000円以上上がってるってことですね。で、3級は2000円だったんですね。で、2500円、3200、3800、4900、5900で7900円。これでまあ、合計すると5900円ぐらい上がってると。で、4級は1000円だったんですね。1000円、1500、2100、2600、3600、4900円と。まあ、スピーキング入ったりもあるけど、まあ、ただ面接とかはないんですよね。スピーキング家でやるんだよね。確かね、4級、5級って。5級は900円だったんですね。1400円、2000、2500、3000円、4500円と。た形になってるわけですね。だいぶ値が上がってますよね。だからまあ受験する側としてはきついかな。まあトイックと比べても高いしね。ただまあもちろん意見はありました。IELTS とか TOEFL とかね、2万5000円超える試験とかとね比べれば安くねっていう意見もありましたよね。まあ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 、なるほどね。入試利用で受験者が増えてってると。で、受験者が増えるってことは会場も必要。でも会場を借りられない。で、人件費も増えていく当たり前ですけど。このスタッフがいたり、面接官がいたりとか、その人たちをこう育成しなきゃいけないと。で、その費用も高くなると。そういったものでしょうがないんじゃないか。なんかね、やっぱ需要供給関係になっちゃうの悲しいですね。需要が高まると値段が上がっていくっていうね、ちょっと悲しいなとは思ったんですけども。まあ、ええけどね、ちょっとね、歴史を振り返ってみようと思うんですが、実は1963年が第1回なんですね。その時は1級、2級、3級っていう3つでやってたと。で、1966年に4級ができた。で、1987年に準1級、5級ができたんですね。全然知らなかったですけど、こんなの。で、1994年に準2級。こんなに新しかったんですね、準2級って。で、まあ、97年とかにリニューアルしてるんですね。この頃値段変わってないんですかね？同じなんですかね？で、2004年に出題形式が変わるっていうのはあったんですよね。だから、まあ、03年のところから値段がいろいろ変わってるっていうのを、まあ、うなずけるかなと思います。で、2016年に2級にライティングが出たりとか、他の級にもあるよね、今ね。全部の級にあるのかね。で、4、5級にスピーキングね、ありますよね。そういった形になったと。まあ、ただね、SCBT とか、一応ありますので、まあ、それらをですね、うまく利用してもらえればいいんじゃないかなと思います。ちょっと CBT がなくなりましたんで、今は SCBT っていう風になってると思うんで、まあ、それの方が一応安くできますね。本会場でいうとこ、12600円、17000円、9000円。SCBT だと、1級はないですから、SCBT って。準1級が12000円、2級が9200円、12が8700円、3級が7400円っていう形になってますね。で、 SCBT はスピーキングパソコンに入れて吹き込むやつになってますね。で、ライティングは選べるんですよ。タイピングか手。どう考えても僕らからするとタイピングの方がいいんですけど、直したりするのが非常に簡単なんですけど、やっぱタイピングできない人すごく多いので、まあ、日本の高校生とか中学生とか打てないんで、だから手で書く人も多いし。で、あとはこれを使えばですね、受験回数たくさん受けられるんですよ。まあ、回数ってもこれ高くなったからね、なんとも言えないんですけど、普通の面接試験の場合は、第1回、第2回、第3回っていう風に3つあるじゃないですか。これで3回しか受けられないっていう感じですね。それが、SCBT の場合ですね。まあ、同じように3つの区切りがあるんですけど、第1回、第2回、第3回って。第1回に2回受けられます。第2回に2回、第3回に2回受けられるので、合計6回受けられるんです。
だ従来の3回と SCBT の6回で今9回受けられるんですよ、英検で。その SCBT に関しては試験もほぼほぼ毎週行われているので、だ好きな時に選ぶことができるってやつですね。で今までだったらもう決まった日しか無理だったわけじゃないですか。それに対してここだと好きな時に受けられるっていうのがすごく大きいわけですね。まあいつもね、僕らの面接対策の動画のところに来てたのは、学校の期末試験と同じ日なんですとかってね来てたんですが、まあそれを解消したっていう形になってますんで、試験を受けるのはたくさんできるって感じですね。様々なことができますので便利にはなってます。あとね、面接官もいらないんで、この場合だったらね、採点官だけでいけるっていうので、まあ英検側としてはやりやすいって感じですね。まあそれにしてもね、まさかここまでね高くなるとは思わなかったのでね、英検が。皆さんどうでしょう、やっぱりね、親御さんの懐は痛いし、自分のお金で受けてるとかお小遣いで受けてるとかっていう人にとってはまあすごい痛いですよね。だって9回例え受けたとしたら準1級9万2級も8万とかするわけですからね。まあもちろんやれるんだったらやった方がいいはいいんですけどね。きついですよね。あとは、まあ大学受験もね、非常に高いので、まあこの辺は足元見てるなって思っちゃう人がいてもおかしくないかなっていうのはね、ちょっとありますけども。皆さんはどう思われますか？で、まあこのコロナ期間が終わってね、会場をちゃんと借りれるようになりましたって言ったら値下げしてくれればいいんですけどね、してくれんのかな、そのままお値段据え置きで行くのかな、やったぜウハウハ差額で儲けるとかってならないといいんですけどね。それぞれ英検もトイックも値下げしてくれるといいなぁと個人的には思っています。まあさすがにね、入試でも使えるものですから自宅受験とかはないと思うので、やっぱ借りなきゃいけないと思うんですよね、会場という形でした。はい、皆様どう考えですか？ぜひコメント欄でお聞かせください。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.